こぼした <laughs> よくわかったね <laughs> こぼした <laughs> こ,こぼれたこぼしてありがとう今ねえ今よ新幹線じゃないよ 何いやもうねなんかうとうとしてたんですよ新幹線に乗ってそう <laughs> うとしてたんですよそしたらさ起きたらさ 誰もいなくってさでさ焦ってさ周りのみんながいないからさマネージャーさんにすぐ電話してさそしたらさ「やっぱいないよね」って言われて「へ <laughs> えごめんね」ってなってえ「こっちこそごめんなさい」ってなってさでさなんか転校したらしいんだけどさ 中村って言ったらさ「はい」って言った人がいたらしくてさ中村魂だけ動いてるっぽくってさ <laughs> なんかさ「中村」って言ったら「はい」って言った人がいたんだってだからんか「中村はいると思ったんだけどごめんね」って言われてでいやいませんごめんなさい <laughs> すいませんなんかさ今日不可解なこと起きたわ 自分でんかみんな今日みんなでねお仕事だったのもうみんなでで <laughs> みんなでいっぱいいたからこう数えて少ないなってなったらしくてで一人一人転校したんだってで「なんとかさんんとかさん」で「中村」って言って「中村はい」って言ったから「中村はいる」って思ったらしいんだけど「中村いなくって <laughs> で」で電話してそしたら「 あ中村えー、みたいな「やっぱりないと思ったよ」ってなって魂だけ降りたいやそうなのかなすぐ合流あすぐ合流できた大丈夫だったよそうそれは大丈夫だったんですけど ななんかめっちゃ不可解じゃ不じいすごい怖くない顔見ずに転校いや人数が多かったけんねいね私はこれは同じ「村がつく人説」だと思ったんですけどそれもちょっと違うっぽいんですよね誰が返事したか怖いよね <laughs> 中村。起ちゃん。に聞いた起ちゃんで思い出した。なんか。昨日も夜起ちゃんから電話がかかってきて。 マイキューみたいな感じでいつも電話かかってくる「マイキューマイキュー寝ないでマイキュー」って言ってもう「明日早いんやけん」ってもう本当に寝ようみたいな「寝なさい」って言ってだけど「マイキューお願い」「寝ないでつなげてて私が寝るまでつなげてて」って電話がかかってきてもうずーっとそれででなんかもう。 喋んなくていいから!」とかって言いながらずっと喋り続けてきてで「静かにして早く寝なさい」って言ってもうホ <laughs> キちゃんの寂しがり屋が出てますね。 そうしかも最近おきちゃんはなんか言った私が何か入れたら「マイキューかわいいねー」ってすごい言ってくるんですよなんか私のことを「異様に可愛いって褒めてくるんですよね「マイキューかわいいね」「かわいいよマイキュー」みたいな感じですっごい褒めてきて「の <laughs> きちゃんどうしたわ分からん」なんか <laughs>。 めちゃめちゃね昨日もずっと電話をなかなか切らず「いやー」切らないでー」っありがとう。 もんんきちゃんがさ今ね、みたいな。布団に入っとるんよって。舞ちゃんは何しとる私も今布団に入ってるよって。私もね、今布団に入ってるんよもうね、今ね。もうすごい眠りにつきそうなんよ。目も閉じて。あ,あもう眠りにつきそうで気持ちいいみたいな感じで。<laughs> もうずっと、は、あ。 そそろそろ眠いみたいなもういい感じみたいな気持ちいいもう寝そうみたいな <laughs> も,う <laughs> もうねずっとこんな感じなんかその「眠い」で「寝る」「眠った」「眠る前のこの狭間」がすごい気持ちいいらしい。 <laughs> テンンションじゃない,いやそれなほんとにそのなんか寝落ちする前っていうかその眠る前のなんかうとうとした感覚が好きらしいだからそれをねすごい実況してくるんですよなんか「もう気持ちいいもう寝そう」みたいな <laughs> おもろい。 お <laughs> おももろろくなない <laughs> 超おもろい超ですなんて答えるええけど「早寝なさい」ってでもなんか喋んなくていいよって言いながらずっと喋りかけてくるから「早く寝なさい」って「しゃ喋っちゃダメだから」って「早く寝なさい」 モーーニングコールしてててあげるからって言っ言 <laughs> 結局切って寝たいんよ結局はねだってどっちがどっちも寝落ちしたらどっちも電話つなぐことになるじゃんいけもうでモーニングコールしてあげるけ」って「こうしてありがとう」 あげたのいやしたんですよそしたらモーニングコールしたんですけど朝なんかオきちゃんはマジでなんか「私寝てませんでしたよ」みたいな感じで電話に出るんですよだからこうプル,ルルルってかけるじゃないですかでまあ出ないなと思ったらパッてプチって出てしたら「あもしもしいちゃんあんあっ何あっ分かったあじゃあねーみたいな感じで「本当になんかに私寝てませんでしたけど」みたいなテンションなんですよすごい。あ、なにみたいなもう本当に <laughs> いやもうちょっと寝起き感出してやって思うけどめっちゃなんか寝てませんで今私起きてましたけどみたいなテンションで起きちゃう寝起きめっちゃいいよそのそうそうなんかねまるで寝てなかったかのように起きれます <laughs> いや結構好きなんよねこの起きちゃうの寝てなかったみたいなテンションマジで寝起き機嫌すごいあの私悪いんですよ寝起き機嫌でもそんなことなくってめっちゃ寝起きよくて素晴らしいすごいだからさって起きる起こされたらすごいよね 朝方なんかないや起きちゃうわねなんかね寝起きいいんよすごい <laughs> マイキューはどんな感じが私は何何 <laughs> 無理おやすみはい <laughs> はいこんな 寝起き悪いと思う多分多分っていうかほぼ絶対 <laughs> <laughs> めっちゃ悪いエピソードしか言ってかん私なんか涙出てくる。 眠いのに起きたらだって眠いのに <laughs> 私の体は寝たがってるのに起きるってなんか涙が出てくるなんで眠いのに <laughs> 起きないといけないんだろうみたいな気持ちになったら。結婚してありがとう。 ショートスリーパーいやもう超ロングロングベリーロングスリーパー今も泣きそうなんとか耐えてるよショート期間終わったいやショート期間だねなんか私にしてはあんま寝てない期間ずっと。 うん <laughs> 眠りは浅いめっちゃなんか朝方起きちゃうからちょっとまだ明け方ぐらいうんうん 大丈夫だよ。超元気だよ。うん。ありがとう。 うちのマイキューを起こしてみたい。よし、嫌われるかもしれん。<laughs> 私の寝起きに立ち会った人は。みんな私のこと、ドン引いて。<laughs> 嫌われ、叩き起こす、怖い。叩き起こさないで、で叩かないで。 なんかさ、おきちゃんがさ「いちゃんには絶対に寝起きドッキリさえもしたくない」ってさ、すごい言ってるのなんかいちゃんに寝起きドッキリしたらもうガチギレされて怒られそうだから絶対にいちゃんにはなんか寝起きドッキリとかしたくないみたいな言っててな <laughs> そう思われる <laughs> そう思われてるらしい。 <laughs> いやそんなことないよな寝起きで私怒る気力とかないもんバタバタン球ほんとありがとう <laughs> ありがとうさん <laughs> お風呂これからそうお風呂にねちゃんと入って寝るんだじゃないとね <laughs> 明日の自分がね悲しむからね明日の自分がね 愚いてくれてありがとうってね感謝するからねちゃんとね明日の自分のために入ってあげんとね <laughs> 朝はねもうねしんどいからね入れないよ朝時間ないそれなねなんで朝って時間ないんやろうね寝とるけんかギリギリまで ありがとう <laughs> ファイトもお風呂で寝ることはないなあんまないね、うん、なんか中学生ぐらいの時にさお風呂でさ寝ちゃっててさまあ危ないじゃん普通に。 でさ湯船で寝てて私が長かったからさお父さんがさお風呂見に来てさガチャって開けてさ「おい!」って言ってきたの。でさそれが結構トラウマでさやっぱ物心ついた時にさお父さんにお風呂をのぞかれるっていうのがすごいさ嫌でさトラウマになってさ湯船では寝なくなったよ <laughs> い。いや嫌でしょ普通に <laughs> 普通に嫌だよ思春期そうだよ。

きょうくん自分で使って使ってるお姉ちゃんがねいるからねお姉ちゃん貯めるからお風呂お姉ちゃん使うんだよねだから自分あんま使らないんですけど一人だったらお姉ちゃんが貯めたらシムじゃあ入っとこうかなって 姉っ姉いるよ姉ちゃん起きてるかなわかんない。姉ちゃんも最近疲れてる。 普通に入らなないお姉ちゃんなんかさめっちゃ急いでる時に入ったことあるんだけどさ仲悪くなったんだよねなんかお互い寝落ちして朝お風呂に入ったんですよでお互い朝同じ時間帯にちょうどお風呂がかぶってそしたらさ「シャワーの取り合いになるわけですよ」ね。早くして早くして」ってめっちゃちょっとバチバチになったんですよお風呂ででなんかお互い急いでるから「早くして」みたいな。 もう本当にやばくっては入ってないん、ね、でもうそっからお互いやっぱ朝は忙しいからもうそっから入ってないお姉ちゃんとあんま入んないですねゆっくりしてたら一人で入るし夜も。 お姉ちゃんお風呂めっちゃ短いわけじゃないんだけどねめっちゃありがとうお二人の声ってすごい似てますよね自覚あるのなんかね言われるよくうんどうだろう似てるかなぐらい よく電話の声とか聞き間違えられる喋り方が似てる同じ愛媛出身やけんよ <laughs> ありがとう初見さんさん小村舞です なんかでも似てるっていう人と似てないっていう人いるわありがとう。 自分は自分の声が一番わかる。わかる。声、自分の声なんかわからんよね。どんな声するか。それはわかるわ。こうして、ありがとう。父級と声似てるお父さんと。似てないと思うんだけど。お父さんだって。 お父さんだし <laughs> お父さんとは怖い似てることはあんまないと思うんだけどお父さんと娘だしもうちょっと低いと思う声 <laughs> うちのお父さんなんて言うかな「しもた」ってよく言ってあとは「んふしもた」ってなんか「しまった」みたいな「しもた」あとは「えー、何言ってるかな?」 うちのお父さん最近よよくライブ招待してますよあの卒婚も昼も夜も <laughs> 来てくれてたんですよ実は。なんかさお姉ちゃんとお母さんとお父さん来てくれてたんだけどさあのさなんか私推しの人が3人並んでるって思ったのあの。 ピンクのペンピンピクとオレンジのペンライトをこう持った人が123人でちょうど横並びに3人いて「うわっあそこは私推しが固まってる!」と思って見たらお父さんとお母さんとお姉ちゃんこうやって3人並んでて <laughs>「うわっ家族がかく!」みたいな「家族が!」3人<笑><笑>みんな同じペンライト持ってこうやって <laughs>。 <laughs> <そう> <laughs> ちゃんと持ってたペンライトみんなオレンジピンクれにれんなんかさ3人連続で並んでたらすごいなんか目立ったのオレンジピンクがじゃ <laughs> ちゃんと持ってくれてたよでもお母さん曰くねうちのお父さんはペンライトをなかなか触れないらしい。 <laughs> 上手になんか乗れないみたいな言ってた <laughs>。ペンライト振るのが苦手らしい。 わかる俺も <laughs> 同じ人がいるへたれ私ねへたれが始まった瞬間にみんながペンライトカチカチ書いてるの大好きあの瞬間めっちゃ好きみんなが緑にさあヘタレとカチ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  頑張れもうイントロぐらいでみんな緑になってるあれ大好きだよみんな緑って知ってて恥ずかしいっていや見てみようみんなあのイントロでドゥン,ンドゥンゴーが始まった瞬間にみんな緑にカチカチカチ <laughs> イントロ見たことないあ最初のところ見たことない人いっぱいいるみんなね緑に変えてるから いや、すごいよ。みんなね、めっちゃ反応早いもん。も本当に。嬉しい。でも。思ったけど、会場めっちゃ緑だったから。結構浸透してるんだなって思いました。ヘタルラジオの緑のペンライト。 メッキューヘタレのセリフ何回くらい私四国はヘタレのセリフよく言うんですけど16人の時はあんまないな23回ぐらいしかない四国はよく言ってるよ期待されてないってすっごく楽なんだよねあいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ確かにこういうの向いてないし一生懸命やらなくていい 2番のセリフ必死なのってさなんかかっこ悪くないちゃんとやってる人って尊敬するけどさそういう人って疲れないのかなやるよ僕も適当にこのねてココアさんが「やるよ僕も適当に」って言うんですけどその「適当に」の後にいつもココアさんになんか返してるんですよ <laughs>。あの コクワさんにマイク通さずに「なんとかなんとかー」って言っていつも「いつも気になってる <laughs>」そういつも言ってる <laughs> なんか言ってる知ってたそれなはあの「必死なのってさなんかかっこ悪くない?」って言ったらコクワさんが「それなー」って言うんですよだいたいマイク通さずにそれなっって言って言で その後にまあひなさんのセリフがあってココアさんが「やれよ僕も適当に」って言ったらその次に「ココアの好きなようにしていいよ!」とか「適当でいいよ!」全部 <laughs> <な>んか <laughs> なんか言って <laughs> 引っ張ってる <laughs> ココアの好きなようにしな うんそれでんく瞬間マイク通してない <laughs>。なんて言ってるのか気になってた。<laughs> いつもいつもそこね <laughs>、そうめっちゃココアさんに言ってる <laughs>。そうえでもなんかセリフを変えて。

なんかこの辺よくないいやもう年中よくないんやけどさこの辺この辺誰か取り替えてください年中いってるよね22時50分そうなの結構ずっと話してたわ。 なんか今日ずっとペラペラ喋ってんねありがとう呼び出すえ呼び出すよ今日、うん、今日の呼び出し一人いる今呼び出そうかなじゃあうん <laughs> めっちゃずっと寝そうだけど話してる <laughs> 呼び出していいじゃあ。 アルフォートさんありがとうございます。じゃめっちゃかわいいタワーもらったんで。これいいかわいいありがとうアルフォート。いつもかわいくて本当大好きです。本当に最後の教えらせ <laughs> ありがとうかわいいアルフォートありがとうございます。じゃちょっとツインテールにしてます。めっちゃかわいいありがとう。ラビュー。 ありがとうお風呂に入るっていやーそうだね終わろうかもうやばい歌いたいけど喉がもうガラガラなんだよなんかちょっとしんみりしてるフフフフ ありがとうじゃあ終わるわ大丈夫はやりんごさん、ふくちゃんまるさん、まさあさん、くまねパパさん、ふくたろさん、おっさんずサムさん、なんばなひさとさん、お疲れさん、みやびさん、ゆずきちさん、ふっちゃんさん、きのぺこさん、たけなおさんありがとうございますいやみんなさんみんなで見てくれてありがとうですありがとうよい、はい 夢を見てください。また明日会いましょう。見てくれてありがとう。おやすみ。<laughs> ラブユー。結婚してもありがとう。ハートもありがとう。今日もありがとう。おやすみ。またね。